FM コザセーフティーラジオ、あなたの生活に安心を。時刻は10時になりました。この時間は FM コザより防災防犯情報番組セーフティーラジオをお届けしてまいります。ナビゲーター FM コザ千葉のその子です。皆さんお元気ですか？なんだかね、日に日に暖かくはなってきたので、あ、春が近づいてきたななんて思いますけどもね。桜祭りももう日々進んでいきまして、こう街にね、植え付けられている桜なんていうのもだんだん開いてきました。春が近づいてるなーなんて思うんですが、ちょっと地域に目を向けてみますと、例えば小学校とかね、見るとインフルエンザが流行ってます。これね、皆さん結構しっかりと予防とかしないと蔓延しちゃいますので、くれぐれもご注意くださいね。私の通ってる息子が通ってる学校も、やっぱり学級閉鎖がちらほらと低学年の方ではあるようですよ。皆さんもお気をつけください。まあ、しっかりと体調管理することで毎日楽しく過ごせますからね。よろしくお願いいたします。さあ、今日のお天気なんですけどもね、あいにくのちょっと降ったりやんだりの、天気模様、お空の模様なんですけども、沖縄気象台の発表によります天気予報、先にお伝えしておきましょう。まず天気概況なんですが、沖縄本島地方、また先島諸島は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の天気となっていますと、はい、予報通りですね。本島中南部地方の天気は、本日は雨時々曇りとなっています。ただ降水確率高いですね、この後ですね、 50% から 70% の確率ということで半分以上ですね。今日は傘が手放せない、そんな日ですね。日中の最高気温の予想は20度となっています。なんだかね、こう雨が降ると私髪の毛くせっ毛なのでね、言うこと聞かないのでそれが嫌かなと思いますけど、皆さんどうでしょうね。はい、皆さんのところはいかがでしょう。今日全国的にあまりこう天気がよろしくないなんていうのも聞いたような気がするんですけどもね。風がですね、北西の風やや強く、後北の風強くと変わります。まあ午後からちょっとひんやりしてくるかもしれません。波の高さは2メートル後4メートルです。本島中南部地方と本島北部の方では23日夕方から北の風が強くなる見込みとなっています。海岸付近、沿岸の付近では、まあ、23日昼前から次第に波が高くなる見込みです。高波に十分ご注意くださいと出ております。この湿気はですね、今夜、あたりからずっと続くということなので、海上また海岸付近に行かれる方ご注意ください。以上、本日のお天気でした。インピーノさん、課長、これが最後もしかして？この番組これが最後？そうマジで嘘だガビーンそうなんですね。この時間は沖縄市海宝町自治会、古座自治会、ヒアゴン自治会からのお知らせです。来る2月28日日曜日、防災訓練を行います。いざという時に備えて地域での防災訓練はとても重要です。住んでいる地域によって
災害の種類、それに伴う避難方法など異なります。そのためにも訓練などで避難場所や避難路の確認をする必要があります。また地域の方々と普段からコミュニケーションを図り、協力し合える関係性を持てるようにしたいものです。対象地域の方々はご家族でのご参加をお願いいたします。各自治会によって訓練開始時間、内容は異なります。詳しくは各自治会にお問い合わせください。お問い合わせ先は海宝町自治会 938-4950 938-4950、 古蛇自治会 938-3911 938-3911、 ヒアゴン自治会 932-8950 932-8950となっています。繰り返し、この時間は沖縄市海宝町自治会、古蛇自治会、ヒアゴン自治会からのお知らせです。来る2月28日日曜日、防災訓練を行います。いざという時に備えて、地域での防災訓練はとても重要です。住んでいる地域によって災害の種類、それに伴う避難方法など異なります。そのためにも訓練などで避難場所や避難路の確認をする必要があります。また地域の方々と普段からコミュニケーションを図り、協力し合える関係性を持てるようにしたいものです。対象地域の方々はご家族でのご参加をお願いいたします。各自治会によって訓練開始時間、内容は異なります。詳しくは各自治会にお問い合わせください。お問い合わせ先は海宝町自治会 938-4950 938-4950、古蛇自治会 938-3911 938-3911、 ヒアゴン自治会 932-8950 932-8950 となっています。以上、沖縄市海宝町自治会、古蛇自治会、ヒアゴン自治会からのお知らせでした。この時間はゲストコーナーとなっています。その前にツイキャスコメント来てますのでね。インビーノさん、おはようございますと、ありがとうございます。この番組初じゃないですかね。よろしくお願いします。そしてイーサーさん来ました。その他ゲストさん、おはようございます。音がプツプツしてるのは自分だけですかねと。ちょっと今日天気悪いから、もしかしたらネットもご機嫌斜めかもしれませんけど、ぜひそのままお付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ今日はね、2月入って4週目の番組となってますので、恒例でございます、沖縄市防災課からこの方お見えいただきました。おはようございます、防災課の日賀と言います。よろしくお願いします。はい、日賀課長よろしくお願いします。この週末ね、沖縄マラソンありましたけども、課長はなんか参加とかされるんですか？ね、参加はしてませんしてます。走るのが苦手ですので。大の苦手。大の苦手。なんか似合いそうですけどね、まあね、あのお忙しい中こうやっていつも番組出ていただいて、実は課長は今日この番組最後となるわけで。そうですね、ね、はい、あの課長が出るのは最後ということになるんですけども、はい、もうじゃあ噛まずにいきましょうか今日は、はい
頑張ります。しっかりと行きましょう、はい。さあ、今日は何の話しましょうかね。そうですね。今日はですね、うん、まあ、竜巻から身を守るとですね、また少しだけ不発弾についてですね、うん、お話したいと思います。沖縄ならではですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、まず竜巻ってよく聞きますけども、はい、具体的にどのようなものか教えてください。そうですね。うん、竜巻はですね、うん、発達した積乱雲に伴う強い上昇気流によってですね、発生する渦巻き状の激しい突風のことを言います。突風のことなんですね、はい、風がぐる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 回ること、まあ、テレビとかでもね、ちょこちょこ見ますので、はい、まあ、形はわかると、はいはい、ただあれですか、このただの突風と違うっていうのは何でしょうね、竜巻っていうのは。そうですね、うん、竜巻の大きさですね、うんうん、竜巻の大きさはですね、うん、まあ、直径数十メートルから数百メートルと言われですね、はい、非常に速いスピードで、はい、数キロメートルにわたって移動すると言われておりですね、うん、そのため短時間で狭い範囲に集中して甚大な被害をもたらすことがあります、うん、はい。例えばですね、うん、去年の9月これ6日なんですが、あ、はいはい、千葉県千葉市で発生した竜巻でですね、うん、これは10月13日時点の被害状況なんですが、うん、はい、建物全壊が4棟、うん、半壊が16棟、うん、一部損壊が79棟、うん、それとですね、人的被害、これは軽傷なんですが、はいはい、3名の方がですね、怪我をしています。あ、そっか。なんかちょっと一昔前だと竜巻の認識ってあまりなかった気がするんですよ。そうですね、で最近からさ、あれは竜巻だったんじゃないかなんていう、こう報道も結構聞かれるようにはなってきたので、はい、まあ、意識がだいぶそこに向いてきたのかなと思うんですけども、はい、発生する時期とかってあるんですか、このシーズンみたいな。そうですね、日本ではですね、竜巻は台風やですね、寒冷前線、うんうん、低気圧などに伴って季節問わず発生しますが、はい、特にですね、積乱雲が発生しやすい夏から、うん、秋にかけての発生確認が多いと言われているんですよ。はいはいはい。例えばですね、うん、気象庁のこれ統計なんですが、はい、平成3年から平成26年の国内の竜巻発生確認数が765個確認して、はいはいはい、いてですね、うんうん、そのうちなんと沖縄県がですね、121個で全国一になんですよ。多いんですね。多いんですよ。実は沖縄が多いと。はい。はい、うん、これ理由としてはですね、うん、台風やですね、うん、海水温の高い海に囲まれ、はい、水蒸気が多く積乱雲が発達しやすいことが原因と言われているんですよ。そうなんだね、はい、なんかほら夏から秋に発生しやすいってあったじゃないですか、はい、よく一般の方がテレビに投稿するやつで運動会のね、はいはいはい、グラウンドなんかでこうちょっとした、はい、こう突風に巻き込まれて、あれは天童が飛んでる、そうそうそう、はいはいはい、まさにその時期なんでしょうね、はいはい、だから沖縄も意外や意外に多くて、これちょっと意識しとかないと、はい、ね、ちょっと台風にはしっかりしてるんだけど、竜巻に対してはちょっと意識がない分、こう被害に遭う可能性もあるわけなんですよね。そうですね、はい、じゃあ例えばこの竜巻って大体台風とか、あそこで低気圧が発生して、はい、もうそろそろ来るなっていう前兆みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、竜巻ってあります？ありますね。あります。そうですね、うん、3つぐらいありましてですね、はい、ただ真っ黒な雲が近づき周囲が暗くなる。あ、はい、分かります。ありますよね、うんうんうん、まあ、普段の天気と違うような真っ黒一瞬にしてね、はい、はい、それとですね、やっぱり雷が聞こえたりですね、はいはい、稲光みたいなのが見える、はい、ということですね、大嫌いですね、はい、それと最後にですね、急に冷たい風が、はい、冷たくなる。これなんかありますね、沖縄よくね、はい、はあ、うん、その時がやっぱりですね、うん、竜巻の前兆現象という、はあ、この3つね、はい、意外と経験してるかもしれない、はい、たまたまその時には発生してなかっただけで、はい、そうですね、その状況はできてたわけですよね、はいはいはい、怖いですね。私雷大嫌いなんですよ、本当に、はい、雷来るととにかくお尻か、頭隠して尻か隠さずみたいになるぐらいなんですけども、はいはい、この3つがポイントということですね。そうですね、はい、うん、はい、気をつけていきたいですけども、まあ、この例えばこの前兆的なこう現象があった場合というのは、はい、私たちはどうしたらいいんですか。まあ、一番いいのはですね、うん、まあ、丈夫なですね、建物に移動するなど安全確保に努めることですね。はいはいはい、うん、うん、まあ、これは外にいる場合なんですけど、例えばまあ、こうやって会社、私たちなんて FM こそガラス張りとか、はいはいはい、こういう世界じゃないですか、はい、屋内にいる場合ってのはどんな感じで対応するんでしょうね。まあ、屋内にいる場合の対策としてですね、うん、まず家の最下層、例えば2階建てであれば1階、うん、低いところ、はい、低いところですね、うんうん、にまた時間があればですね、ガラスが飛散しないようカーテンやですね、うん、シャッターを閉めるとか、うん、窓から離れた丈夫な机やテーブルの下にですね、はい、入って身を守るようにした方がいいですね。もう本当にこれがもう迫ってきた場合はね、そうですね、はい、
じゃあ屋外に、屋外の場合ですね、うん、いるときは、はい、もう子どもたちとか外で遊ぶじゃないですか。そうですね、例えば、うん、学校の校庭、ビルの近くにいたときはですね、うんうん、やっぱり同じように丈夫な、構造物やですね、うん、物陰や建物の中に身を守るようにしてください。はい、はい、また車庫や物置、うん、プレハブ等は簡単に飛ばされる危険がありますのでありますね、より丈夫な建物に移動することが、無難だと思います。うん、例えばその建物とかない場合ですね、うん、やっぱ側溝やですね、窪地、うん、で、定位置で身を守るようにするのが一番安全だと言われています。あ、窪地ね、はい、逆に、まあ建物に逃げようと思って車庫とかね、はい、物置に逃げてもちょっと意味がないよ、はい、ということは皆さん覚えててほしいなと思います。はい、じゃあこの竜巻に備えてね、私たち普段から何か心がけておくこととかあればちょっと教えてほしいんですけど、はい、そうですね、うん、例えば先ほどお話したように前兆現象、うん、例えば、枕雲が近づいた場合ですね、うんうん、そういった場合に、まあ、打錠なんかを聞いてですね、竜巻が発生してないか、はい、まあ、入手手段をですね、確保することも大事だと思います。うん、それと同時ですね、まあ、普段から屋外の避難場所ですね、避難方法を考えておくのも、うん、いい方法だと思います。はいはい、それと同時に、まあ、うん、ガラスとかですね、飛散防止にフィルムを貼るなど、うん、破壊防止対策をしておくのも重要だと思いますね。うん、そうですね、まあ台風とかで皆さん対策っていうのはよく分かっていらっしゃると思うんですけども、うん、それに近いかな。そうです ね、はい、意外に意外そういうことだと思います。まあ、本当に大きなこう災害をもたらしたね、千葉での台風の時は電気も停電したなんて、はい、言ってますもんね。電線がやられたりとか、あと車が飛んでいったりとかね、はい、こう移動してぎゅうぎゅう詰めになったりなんてありましたし、私まあ、これは竜巻とはちょっと違うんですけど、台風の時にすごいものすごい風で、うん、こうホテルに泊まってるレンタカーが全部こう偏ったっていう事例もありましたので、はいはいはい、そういう感覚なのかなって今ちょっと聞いてて思ったんですね。なので皆さんこう竜巻に備える心がけとしては、台風のこう同じ状態で考えていくのもいいのかななんて、はい、そうですね、うん、ちょっと思いましたね。まあ、沖縄多いということですけど、課長遭遇したことあります？まだないですね。ないですか。はい、大きな会場での映像とかは最近ありましたよね。はい、うん、まあ、土地柄こう都市部においても発生しやすい箇所っていうのが建物ね、ビル風とかの関係もあるかもしれませんね。沖縄市においても可能性はなくはないので、改めて竜巻っていうことも皆さん考えていただきたいなと思います。はい、そしてもう一つ私気になったのが不発弾。そうですね、これ沖縄ならではですよね。はいはい、うん、これもちょっと聞いていきたいんですけども、はい、まあ、新聞とかでね、たまにこう不発弾処理なんていうのを見聞きするじゃないですか。はい、まあ、沖縄市だけじゃなくてね、はい、あちこち沖縄県内であるんですけども、沖縄市はどんな感じですか？うん、そうですね、まあ、沖縄県ではですね、まだまだ多くの不発弾が言われています。うん、沖縄市でも5年以内にですね、まあ、ないんですが、住民避難を伴う不発弾処理がですね、うん、陸上での場合は平成23年度に2件ありました。はいはい、会場ではこれは住民避難はないんですが、うん、平成26年度に1件、うん、まあ、平成27年度、うん、まあ、去年の10月28日なんですが、はい、1件の処理を行っています。うん、実はそうなんですよね。はい、去年この番組FM 小座からでもこの会場での不発弾処理の情報を、はい、発信した記憶がまだ新しいですね。でも過去を振り返ると沖縄市もあるわけですよ。そうですね。ね、でどんどんまた都市開発していくと、はいはいはい、こう地盤調査なんかする際に、はいはいはい、ポコッと出てくる可能性もあるし、ね、はい、もしくはおじいおばがね、はい、畑、はい、やってて新しく畑やろうと思ったらポコッと出てくる可能性もあるということなので気をつけてほしいなと思うんですが、はい、もしもこの不発弾見つけちゃったという時はどうしたらいいんでしょうかね。そうですね、うん、まあ、不発弾もですね、小さな衝撃やですね、振動でですね、うん、爆発する可能性がありますので、怖いね、まあ、非常に危険ですので絶対に触らないでください。うん、はい、またその場所からですね、うん、動かさないようにしてください。はい、そうなんですよ、はい、これ大小関係ないですよ ね、 関係ですね、はい、本当にこれだけは皆さん気をつけてもらいたいなと、はい、私はほら読谷だから、はい、結構、はい、
あるっていうのは聞きますね、はい、あのおじおばたちが昔あれなんですよね、薬莢が入ってないものを集めたりとかしたとかいう話もあるんですけど、はい、それもとっても危ないことなのでね、はい、改めて、ね、皆さん気をつけていただきたいなと思います。じゃあこれ見つけた場合、はい、どこに連絡したらいいんですか。そうですね、陸上の場合はですね、うん、110番警察の方に連絡してください、うん、はい、まあ、会場で見つけた場合はですね、うん、118番118、はい、これ会場で の、 あの事故の場合の連絡先ですので、はい、そこの方に連絡していただきたいと思います、うん、この場合はちゃんと場所とか自分のこう名前とかもちゃんと言えるように、ね、はい、していただければいいかなと、まあ、とりあえず発見したらまずは離れると、離れて通報すると、そうですね、まあ、もしかしてってこう悩んだ場合でも通報はしてた方がいいですね。そうですね、はい、うん、みんなために通報してください。なんか形がこれ爆弾っぽいぞみたいなのがあったら、はい、まあ、迷わずにちょっとね警察とかまた118に連絡することをあのお勧めしようかなと思っています。はい、不発弾沖縄ならではだなということでイーサーさんからコメント来てますけども、はい、イーサーさん栃木の方なんですけども、はい、課長さん我が栃木県でも一時期竜巻すごかったですと、まあ、北関東ですかね、あの辺りも結構よく発生するなんて聞きますね。その際はですね、野外で竜巻に遭遇したら速攻に逃げ込めって言われたなって、はいはいはい、速攻って言うと溝ってことですね。そうですね、はい、道端の、はい、うん、そこに逃げ込めって言われたっていうことですね。あとは関西からルッキーニさん、竜巻は気象予報士関係で勉強しましたということで、じゃあ知識ある方なんでしょうねルッキーニさんもね。まあ意外と竜巻って、まあ、来ないだろうって思いがちなんですよね、はい、沖縄の方見ないから実際に被害もそうそうないので、ないですね、はい、うん、そこら辺はちょっと改めてこれからまた春が来て夏がやってきて季節がねこう台風シーズンに入ったりということの時に合わせて竜巻の方もどっか頭の隅っこに置いててほしいですね。はい、はい、ありがとうございます。さあそして課長、今週末かね、防災訓練が3カ所で行われるということで、はい、ありますね、防災課の方々も、まあ、地域に降りて協力してやっていくと、そうですね、いうことですね、はい、うん、防災課の方々はやっぱりその各自治会の方にも行かれるんですか。はい、回って3名職員3名おりますので、うん、3カ所にですね、ね、職員派遣したいと思います。そうなんですよね、はい、で特に海保庁とかは初めての訓練、そうですね、海保庁と平郡自治会の方ですね、うん、初めてですので、うん、うん、はい、ね、これはだからいいきっかけですよ ね、 そうですね、はい、だからぜひとも地域の方々ね、1回目なのでこれ続けることがすごく大事だと思うんですよ。訓練っていうのはね年に1回とかやるだけでもやっぱりいいかなって、先ほどもお知らせに挟んだんですけど、はい、皆さんコミュニケーション取る場所としてね、そうですね、一番いい、うん、いい場所ですので、そう、楽しみながら、そうですね、訓練をすると。で、各自治会もあってお話聞いたら最後に炊き出し訓練もやるので、はい、これ食べながらみんなでいろいろ話しながらね楽しくやりたいななんてありましたけども、課長はどちら行かれるんですか。自分はヒアゴン自治会の方に、ヒアゴンも初めてなので、初めてですね、はい、まあ、どんなことやるんでしょうね、楽しみですね、はい、はい、ありがとうございます。私は3カ所ちょっと回ってみようかと思っています。勉強させてください、はい、さあそして課長、まあ、冒頭でも話しましたが最後になりますけども、この番組去年の6月からスタートして、はい、どうでした、この、まあ、約1年ですよ、そうですね、10ヶ月ね、はい、どうでした最初の頃と比べると、うん、まあ、慣れてきたのかどうかちょっとわからないんですけど、いやいや慣れてる、はい、慣れてる、びっくりするぐらい慣れてきました。最初ガチガチでしたもんね、はい、それを考えるとまた、まあ、別の形で、はい、そうですね、この番組にも協力いただけるんじゃないかなと思ってますので、はいはい、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。いや、こちらこそよろしくお願いします、ね、来月の方はまた別の担当の方が急遽お見えになるということなので、はい、課長にはいろいろお世話になりました。ありがとうございました。こちらこそどうも、はい、さあ改めて今週末ですね、皆さんにお声掛けさせていただくんですが、沖縄市の海保庁自治会、小蛇自治会、ヒアゴン自治会で防災訓練が行われます。その地域の対象者の方はぜひご参加いただきたいと思います。各自治会によってですね、訓練内容とか講話会なんていうのもありますので、それをちょっとね、いろいろ参考に勉強しながらですね、ご家族で一緒に訓練を行っていただきたいなと思っています。そしてその訓練をですね、ご家庭に持ち帰って家庭内の会議ですね、
これもやっていただきたいなと思っています。で、私たち FM 小山も、まあ、各自治会を回って取材もしながらですね、この番組に活かせるこうあの情報とかをね集めていけたらなと、まあ、地域と一緒になって私たちもこの防災番組もねあの盛り上げながら皆さんにそういうふうに周知活動ができるようにしていきたいなと思っていますので、地域の方々ぜひご協力お願いいたします。さあ、そして、またイーサーさんからですけども、課長さん安定した感じで素晴らしいと思います、残念ですねということですけども、なんかあれだな、なんか寂しくなりますね、うんうん、まあ、また、課長はまた別の形でかかると思いますので、いいぞぜひよろしくお願いします、はい、さあ今日のセーフティーラジオは沖縄市防災課から比嘉課長にお越しいただきまして、まあ竜巻に関する話と、そして沖縄ならではの不発弾に関するお話をさせていただきました、比嘉課長どうもありがとうございました。 ありがとうございました。さあ、お送りしてきました FM 小沢セーフティーラジオ、あなたの生活に安心を、お相手は私 FM 小沢千葉でした。それではまた来週お会いしたいと思います。さようなら。